皆さん、おはようございます。ダンピンラブジャパン公認デモンストレーターのウェラードサトミです。ウェラードサトミがお送りするスタンプスクール、はい、ということで画像チェック。まずなんとなくちょっとカメラ入れちゃうかも今日、というのはですね、ちょっと強風が吹いておりまして、窓を閉めたいんですけれども、今日ですね、オーストラリア、シドニー、ニューサウスウェールズはね、猛暑なんですよ。でもよいしょ、ちょっとだけ閉めて、じゃないとずっとカメラが揺れ続けるなあ、ということで、しばらくすると収まるんじゃないでしょうか。収まってくれることを祈って、よいしょ。ずっと入れてると嫌ですよね。あれ、まだ収まらないな。もう閉めるしかないかっていう感じで。はい、ちょっとしばらくこれで様子を見ます。で、本当に今日ですね、なんとシドニー市内は41度まで上がるということで、今私がいるセントラルコーストもですね、かなり、熱風が吹いております。で、今ね、これをやっているところはエアコン、あ、ダメだ、やっぱり揺れる。ちょっと窓閉めなきゃ。はい、いきなりこれがライブのいいところ。これでしばらく収まると思うんですけれども、じゃあ代わりにこっちを開けておこうかな。はい、ドアを閉めておきました。まあ風吹いてもね、熱風なので閉めておいた方がいいかなということで、はい、早くもライブ出席 HM さんに、 JM さん、おはようございます。もうしばらくするとカメラ止まると思います。はい、そう、すっごく暑いんですよ今日。もう信じられないぐらい作って、母屋の方にはエアコンあるんですけど、今私がライブをやってるこの部屋にはエアコンがないのって窓閉めたら最悪かもしれませんが、まあでもちょっと頑張ります。はい、ということで今日のですね、スタンプスクールでご紹介するのは、こちらのミニカタログ、ページ17ページ、ですね、はい、今主人が同じ部屋にいて電話がかかってきたから、いきなり電話の音がしましたよね。これがもうライブのいいところ。後でこれ YouTube で動画で見てる人、なんじゃこれって思うかもしれませんが、すいません、これもともと Facebook ライブなので何でもありですよ。生放送ということで。はい、ということで、ミニカタログのですね、ページ17ページに掲載されていますパルジャンビューティーというスタンプセットなんですけれども、これですね、なんて言うんでしょう、もう見ただけでわかると思うんですけれども、はい、一瞬声が聞こえてごめんなさい。また窓をですね、ドアをですね、閉めておきました。電話で話してる声がね、聞こえちゃうと思うんで、ドア閉めてきました、隔離しておきました、主人は。はい、このパリジャンビューティースタンプセットなんですけれども、もう本当にパリジャンというだけであって、パリですね、エレガントなモチーフ、パリのムード満載でございます。で、センチメントを見ると、例えばですね、 Follow your heart, it will take you to incredible places とかね、Life is a magnificentアドベンチャー、ロレツ回らないや。あ、おはようございます、YF さん。こういったセンチメントで、旅をモチーフしたものとか、旅立ちというイメージがあるんですね。もう特に私気に入ってるのは、Follow your heart、ね、あなたの心に従い、心の赴くままですよ、心に従ってください。It will take you to incredible places。そうすれば、もうね、信じられない素晴らしい場所に連れてってくれます。つまり、自分を信じて突き進めっていう意味なんですよね。すっごく好きです、こういう言い方。他にも Life is a magnificent adventure。 人生ってもう素晴らしい冒険なんだよっていうのもいいじゃないですか、これ。やっぱりこういったメッセージなんかが、これから旅立つということで、単なるね、旅の思い出のね、例えばスクラップブッキングとかだけじゃなくって、卒業とか入学のシーズンにもね、これ使っていただけると思うんですね。
そしてスタンプ自体がラバースタンプなので、すごくしっかりしています。フォトポリマーっていうのは、例えば押し方によってぐにょってなったりすることね。スタンピンアップのね、フォトポリマースタンプはとても性質がいいので、そういうことはね、あまりないんですけれども、でもラバースタンプに比べると、ちっちゃいスタンプなんかはそういった傾向もあったりします。その点では、ラバースタンプってくっきりはっきり押せるんで、初心者の方、スタンプのね、始めたばかりの方にもとっても私はおすすめな材質なスタンプセットなんですね。パリジャンビューティーはそのラバースタンプを使っています。ということで、パリジャンビューティー自体にはですね、このページも載ってるようにコーディネートした台があるんですが、今回は、このスタンプスクールでは初心者向けのカードということで、まだ台カットマシンをね、持っていない方が、コーディネートした台って言っても、台カット私持ってないから私には関係ないのかなと思っちゃったらもったいないよということで、スタンプだけでもね、楽しめる素敵なスケッチデザインをね、ご紹介したいと思いました。さらに一つですね、スタンプだけでも楽しめますけれども、やっぱりちょっとね、立体感を出したいなっていう時にパンチがおすすめなんですよね。で、最初にゲットするパンチとして、やっぱり丸々サークルパンチはすごくおすすめです。で、一応このスタンプセットには、ここにありますように、1インチ、つまり 2.5 センチの直径ですね、サークルパンチ、このサイズなんですけど、これがちょっきり入るよというふうに書いてあります。本当にパンチしてみると、ちょっきりで、パンチあらかじめしといたものがあったんですけど、こういう時に限ってどっか行っちゃうんですね。なので これでお見せしましょう。試し押しの方で。こんな感じ。ちょっきりです。でも今回はですね、あえて、汎用性を持たせるということで、これよりももう1個上のサイズ、1と2分の1、つまりですね、1と2分の1って半径いくらだったっけ？忘れた。忘れました。また後ほどブログで製品ご紹介するときに確認しといてください。 なんかゴミもいっぱい映ってた。 これをですね、使ってみたいと思います。というのは、もちろんこれ、大きいのでね、余白も出ますよ。プラス、ほら、ここに本来台が、コーディネートした台があるフルードリス。これもですね、ちょっとこんな風にすると、外枠ができていい感じになるので、この台を使ったですね、じゃなかった、パンチを使って、エンベリッシュメント、カードの飾りになる部品をですね、作ってみようと思いました。なので、このスタンプセットを初めてね、自分のスタンプとして使う方でも、パンチをね、最初に一緒に合わせて買っておいていただくと、他のセットともこのサークルパンチっていうのは組み合わせやすいのでね、そんな形でご紹介したいと思いました。さらにですね、現在スタンピンアップがですね、MK さんおはようございます。TH さんもおはようございます。スタンピンアップがですね、1年で最大級のお楽しみプレゼントのセラブレーションやってますよね。ちょっと気になったカメラアングル、若干傾きを変えました。で、ちょうどですね、スタンプセットと、それからパンチ、そして、もちろんそれで多分5000円いくと思うんですけれども、あとですね、ちょっとしたね、スポンジ、スタンピンスポンジ、これですね、今日のカードに、比較的平たいのに奥行きを出すために、スポンジでね、周りをちょっとこう、ディストレスっていうんですけれども、日本語で言うと汚しっていうんですか、なんか汚しって言うと汚れてるみたいであれなんですけれども、ディストレスというね、ことをするために、このスタンピンスポンジも使っていきます。このサイズが3つも入って税引き570円なので、超長持ちしますよ。私はこんな風にね、4つにカットして1色ずつ使っています。あとは、インクを2色、
とプリティーピーコックプールパーティーを選びました。これなんでこの2色を選んだかというと、このセラ先ほどから言っているセレブレーションの期間で5000円ごとにですねフリーのねプロダクトを選べるんですよ。そこでせっかくですからフリーのプロダクト、フリー5000円以上買うとタダでもらえるこのデザイナーシリーズペーパーリリーインプレッションズをね今回使ってみようと思ったんです。だからこれ無料なんですよね。この分だいぶ使ってますけどこんなにまだいっぱい入ってます。でこれがねコーディネートカラーがいっぱいあるんですよね。バミューダベイ、ブラックベリーブリス、コスタルカバーナ、フラティフラミンゴ、ガーデングリーン、ゴージャスクレーブ、グラニーアップルグリーン、グレープフルーツクローブ、ハイランドヘザー、ラブリーリプスティック、メロンマンボ、プールパーティー、プリティピーコックということで、はい、このプールパーティーとプリティピーコックもこのカラーの中に入ってるんですよ。なのでこの中で今日はこちらのパターンですね。これちょっともカットしたい点でカットしたんですけど、これを使ってねやってみたいと思ったので、まあ、このデザイナーシリーズペーパーにデザイナーシリーズペーパーにコーディネートしたインクを2色選んだわけでございます。はい、前置きはここまでとしてはい、早速始めましょうかね。で今日のねデザインのポイントはまあ、ほぼワンレイヤーなんですけど、カラーカードストックをベースにしてこの上にねスタンプ直接しちゃおうというものが一つなんですね。で今日使っていくのはもうこの、プールパーティー一色でございます。でプールパーティー一泊で24枚という単色もあるんですけれども、このプールパーティーはですねサトルっていうカラーグループファミリーの中の一色なんで、サトルはですね他にもですねこの中にはハイランドヘザーとかね入ってるんですけれども、フラティフラミンゴも入ってますよね。なのでこのデザイナーシリーズペーパーの中にコーディネートするパックのカラーが他にもあるんで、もし単色これだけで24枚はちょっとなっていう方、サトルの全カラーが2枚ずつちょっとずつ入ったねカラーファミリーパックっていうのをおすすめします。そうすると他のカラーも使っていただけるんで、今日ご紹介するカードスケッチを利用して他のデザイナーシリーズペーパーのを組み合わせたり、他のスタンプセットと組み合わせてどんどん楽しんでいただけるといいなと思って選んでおります。はい、ではですね、まずカードベースの作り方がいきますよ。A4 のカードね、これは私のやり方なんですけれども、21センチ、それからこれ 29.7 だったかなっていう半端な数字なんですけど、これを私はこう縦開きにするときに、普通皆さん多分ここで半分に切って、こう折ってっていう形で作ると思うんですけど、私はですね、このやり方が好きなんですね。まず21センチ側を 10.5 センチでカットします。はい、この新しいペーパートリマーすごい切れ味抜群です。キューッとカットしました。もうすごいですよ。はい、そしてスコアビリングブレードもついているんで、もうでかいからちょっと全体画面から入ってなかった。こうすると目盛りの部分が見えるかな。はい、これ 29.8?7? ちょっとわかんないA4 の長い方これをですね半分にするの、それだけは覚えてるんですよ。 14.85 ちょっと半端ですけど、はい、ここの15の目盛りから1と半分だけもう目分量です。でこういう風にグッとして、で、はい、もう折り目ついてるんですよね。でこれを折ります。でまあボンホルダーとかがあればボンホルダーで、なんか斜めになってる気がしてしょうがない。こっちの方がいいのかな。でちょっと途中でちょっとねモニター見ながら角度を変えてみますけど、ちょっと見にくいよっていうのがあったらすぐ言ってくださいね。コメント見れますのでね、これがライブのいいところ。はい、そしてここでですね、直接スタンプをしていきます。で、このラバースタンプ、
エッフェル塔のがねすごくでかいじゃないですか。なのでどのサイズのブロックを使うかなんですけれども、一応おすすめブロックのサイズっていうのは、はい、こちらに BEG というふうに書いてあります。で BE っていうのは、あ、違った、 B と G っていうのは、まあ、これ C なんで B というのはちょっとこれより小さいんですけれども、E というのがすごいでかいんですよ、これ E ブロックで。なのでこちらをもちろん1個でもいいし、まあ、全部ね推奨サイズを揃えて、こんな形ね揃えていただければいいんですけれども、私はですね今回ちょっとね違ったやり方で H ブロックを選んでみました。ほらはみ出ます、 H ブロックはみ出るんですよ。でもね、もしかしてどうしてもこのでかいあのサイズのブロック使うのが苦手って思ったら、これラバースタンプならではで本当に形がしっかりしているので、多少ねはみ出ていってもね、この両側ね結構綺麗に押せるんですよ。プラスこれはディストレスタイプのスタンプなので、あのくっきりね押せなくってもね大丈夫なんですね。はい、まず最初にバックグラウンド作っていきます。やっぱりこの、パリジャンビューティーの特徴は重ね重ねしてコラージュしていくスタンプセット、これが素敵ですよね。このコラージュっていうのはなんか難しそうと思うと思うんですけど、実はすごい簡単なんですよ本当に簡単、単に重ねて押していけば誰がやってもすごく可愛く素敵におしゃれに見えるっていうやつなんですね。はい、でも字の向きだけは気をつけてくださいね。このセンチメントもよく読めばねちゃんと意味があるんですけど、時々読めない文字があるのでね、もうめんどくさいからこれバックグラウンドということにしています。なんとなくでも歪んでいる気がする。もうちょっとアップにしてみよう、この方が見やすいかな。はい、ということでこれ全部入らなくていいんで、適当にこんな風にですね、はい、斜めになったりはみ出たりっていう感じで、こうちょっと全体入れてみると、ここな、こんな感じで斜めになってみるでしょう。はい、押しておきます。もうこれだけでちょっとおしゃれですよね。はい、でスタンプを、今日のクリーニングツールはこちらのスタンピンスクラブ、ね、やっぱりラバースタンプの時はこれが一番綺麗にね、すぐ綺麗になるので、はい、でコンディショニングもしてくれるんでね、スタンピンミストを使うとね、ラバースタンプが長持ちします。次はですねプリティピーコックをいきます。こんな感じいいかな。はい、そしてプリティピーコックはねちょっと濃い色なんですね。でかいのでこんな風に、スタンプでかいのにこんな風にして、上からトン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 とトン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 とやっていきます。でこの時点で一回捨て紙にちゃんとインクつけてるかどうかっていうのをねテストしておきましょう。よいしょ。で自分のスタンプの押し方の力具合とかね。はい、あ、いいじゃないですか。見てください、このスタンプ用の紙じゃないのにこんなにくっきり、もうすごい嬉しくなっちゃう。もうこれ本当におしゃれ。ということは今の私のインクパッドの付け方、こんなトントントンっていうのが OK だったっていうことが分かりましたので、こっちの辺もちょっとつけるかな。はい、いきますよ。この上に載せま、スタンプします。位置はだいたい向かって半分よりも右側に、だいたい真ん中になるように。はい、あ、ちょっともしかしたら曲がったかな。ちなみにですね、このイメージステッカーね、私ね、まっすぐ貼れてないんですよ。いつもね、曲がっちゃうんです、どうしても。なんか、この輪郭、スタンプ自体の輪郭で、だいたい合ってるかなっていうふうにやっております。はい、こんな感じで。結構長く押してますよね。ちゃんとインクがね、収まるまで、押しております。またちょっとずつカメラアングルを調整していきたいと思います。よいしょよいしょ。はい。じゃじゃーん、オッケー、もう本当にかっこいい。あのカラーカードストックの上にスタンプするのって本当おしゃれですよね。なんかあの特にこういう
コラージュ系のスタンプはカラーカードストックの上にやっといていただくと、あの隙間の部分もね色がついてますので、なんて言うんでしょう、ホワイトの上に押す時よりもバランスが取りやすいっていうのかな。例えばここを押した位置が多少ずれたとしてもバランスが取りやすいと私は思うんですね。まあなんて言うんでしょう、ボロ隠しがしやすいっていうことだと思うんで、私のようにしょっちゅう間違える人にとっては、とってもなんて言うんでしょう、仕上がりが和王なのにちゃちゃっと作ってる割にはあらも見えないっていうことで、嬉しいデザインと、嬉しい、カラーチョイスと思っております。はい、次ですね、ここにデザイナーシリーズペーパーを、ね、貼っていくんですけれども、あの部品をね、先ほど言ったみたいにパンチで部品を作るということで、このですねフルードリスのスタンプとこの消し印のスタンプ、これをですねちょっと押しときたいと思います。で、先ほどのプリティーピーコックを使って、まずフルードリスは3個パンチするので、ちょっと話し気味にこんな風に押しておきます。 OK、 もうほんと綺麗にこんなところまでくっきり押せちゃうのがもう嬉しくてしょうがない。はい、次ですね、これもキャンス、あの、消し印スタンプ、ちょっと反対側にヘッドパンチすると思うんで、こんな感じで押しておきます。で、これはですね、この上にね、やっぱ消し印のこれ、ふにょふにょ押しときたいですよね。で、そのふにょふにょは薄いプールパーティーで押しますよ。ほら、いい感じ。やっぱあれかな、カラーカードストックの上にスタンプしてるっていうのがいいと思うんですよね。はい、次はですね、これを1個ずつ先ほど言った1と2分の1でパンチアウトします。はい、こんな風にしてほぼ真ん中になるような位置でパンチ。次、これもちなみにですね、パンチね、たまに今までちゃんと切れてたのにカスンカスンとね、なんかいきなりね、ちょっとこの切れが悪、今日もこんな感じにちょっとなってるんですけど、切れが悪くなったなと思ったら、髪がね、湿ってるっていうことが多いんですよ。なので湿気が多い時にパンチアウトすると、いつも切れてたパンチがこんな風にちょっとね、突然こういう風になることがありますので、なんか突然カードストックの色を変えたりとか、突然日によってなんかそうなったら髪に湿気が多いっていう風に思ってください。今日は本当に日本の夏ほどはひどくないんですけれども、かなりここ湿気あるんですよ。おまけに気温は多分35度以上になってきているんで、まあ日本ほどの湿気じゃないですけどもね、オーストラリアにしてみたらかなりな湿気です。はい、そして先ほど言ったスタンピンスポンジをこんな風にちょんちょんちょんとピーコックのインクで取って、軽くですね、ほら、わかります、ふわんとディストレス、かっこいい、ヒュー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 、ほんのちょっとねつけばいいんですよ。ヒューヒューヒュー、こんな感じ、かっこよくなるでしょ。これでたくさんやればやるほど濃くはなっていくんですけどね。なので最初は軽くやって、でそこからもうちょっと濃くしたかったら何回もインクをつけ足すって感じでいいんじゃないですか。でもイメージ的に私はこんな感じがいいな。で、消し印のスタンプもやっておきます。ついでにですね、この雰囲気、ディストレスした雰囲気を合わせるためにどうしようかな、ベースカードにもしようかなって、あのいつもね結構行き当たりばったりなのであんまり考えないでやってたりするんですよね。よいしょ、これこのままバンと押すと強いといけないから、色がちょっとここでこういう風に取ってからいきます。やっちゃいます。はい、ヒヒヒ、おお、いい感じです。ちょっとおしゃれですよね。やっぱコラージュスタンプにはこういう風に周りインクつけてディストレスする方が雰囲気が合うですね。特にこのスタンプのイメージと、はい、上もやっていきます。こんな
います合います、いい感じですよ。あとはですね、貼るだけ簡単で、先ほど言ってた紙なんですけど、これもともと 12×12 インチででっかいんですよね。なので、まずですね、おすすめは私がやってるんですけど、別ビデオでもラブイッチョピットという動画やってるんですけど、12インチをね、この6インチの時点でスポッと半分に切って、これちょっと半分にはなってませんけども、切っちゃってですね、これ6インチです、こういうふうにね、スポッと切っちゃって、その6インチ12インチになったものをね、もともと今ねカットしてね、こうなって、こういう感じになってたんですけれども、これをまず4インチに切っておきます。そうすると 12×6 インチで3枚きちんとこのパネルができてますよね。その4インチ6インチからこの通常カードベースに必要な分をカットしていくと、この場合はですねはい、ここ今度はこの幅はセンチで、4センチでした、これ。で、今長さはね、6インチのままなんで、ちょっとほら、はみ出るんですよ、カードね。でもこれ貼ってからカットします。で、ついでにこのペーパーも、のこの白い部分が見えてるので、これ、まあ、ペーパーの色が濃いので、こういう風にディストレスしても、あんまり目立たないかもしれませんが、やってるのとやってないと、ちょっと結構違うんですよ。この白いとこがね、見えるのと見えないのとでね。はい、こんな感じで。ディストレスしときます。この本当にスタンピンスポンジ、たかがスポンジですけれども、すごく優秀です。もうあのいろんなディストレスツールありますけど、私には一番これが手頃で使いやすい、おまけに安い。もう1パック買って本当に何色、4個ずつで12色ですよね、1パックで12色使えて、同系色、ブルー系とかピンク系、私1枚で1個でね、あの代用してるんで、かなりね使い出があるんですよ。はい。でこれだけじゃなくって、ほら両面でしょ、デザイナーシリーズペーパー、裏もね使っときましょう。裏はねほんのちょっとだけ、どうかな、5ミリぐらい、リボンみたいにして、こんな5ミリの削いでもシューッと切れちゃう。はい、一応これ5ミリぐらいですな。これをですねこんな感じで貼ろうとしてるんですよ。もっと太くしてね、これがねこうくるわけですよ。ほほほほ、いい感じね。あ、もうちょっと太い方がいいな。あのいつもねあんま決めてないんですよね。さっきねいきなりゴミ箱から捨てたものを出してきましたさっきこの太さでカットしてみたんですよ。これ約1センチ。あ、こっちのがいいですね。ゴミ箱から拾いました1センチの方でいきます。そしてこちらも一応ね、あの試作品作るんですね、作るんですけれども、作り終わってからあっちのパターンもあったな、こっちのパターンもあるなって思い始めてきちゃって、で実際このライブレッスンやってる時に、じゃああっちで行こうって、実際に日本で作ったものとは違うパターンをね、違うバージョンをねご紹介してたりするんでしょ。まあそこがね、あの全く同じにならないっていうのがね、同じデザインを使っても全く同じに仕上がらなくていいんですよね。だって全く同じだったら印刷したものを買えばいいじゃないですかこれ手作りですから、ちょっとずつ違うっていうのがいいんですよ。はい、いい感じです。もうあとは貼ってくだけ。はーい、ということで、接着剤スネールを使います。スネールやっぱりドライ接着剤なので、あのトンボマルチも私大好きなんですけど、あの手がねふにょってあのついて汚くなることが多いので、今回はすっきり綺麗にスネールを使っておきます。で、だいたい5ミリいくかいかないかかな、もうちょっと細くしてみよう。これ皆さんもう適当で3ミリぐらいでしょうか。ちょっとここにね覗いてるといいと思うんですよね、この色がね。そしてはい、これ裏返した部分をこんな風によいしょよいしょとつけて真ん中にしようかな。あ、こういう風だからちょっと内側にしとこう。これね3分の1のルールって言ってデザイン、はっ、気がついた、もしかしてこれ反対に貼ってた、反対、反
はい、剥がす剥がす。こういう時ですね、スネイル剥がせるんでしょう。はーって息をね、はーってやるとね、すぐだと取れるんですよ。ああ、よかった。鼻が反対だった。笑える。はい。びっくりした。でもなんか反対なのか。なんだかわかんない。さっきでよかったのかな。なんかわかんないから、どっちでもいいってことですね。ねえ、ハスの花、でもこれハスの花浮いてる。でも、うん、まあいいや。せっかく撮ったから反対にしときます。そう、それもこのリリー・インプレッションズ、いいかも。あまり上下気にしなくって。上下気にしないといけないパターンもありますけれども、多分こうやって細く切るとあんまりわかんない気がします。そしてちょっと3分の2のルール、1のルールってさっき言ってましたよね。なんかね、3分の1に部署が分かれてるっていうのかな、セクションが。そうするとね、デザイン的にいいんですよ。わかります？例えばこれが1としたら、あ、ここもちょっとつけてなかった。よいしょ。はい。ね、3分の1と3分の2っていう風に分かれてるの。これもなんとなく3分の1と3分、まあ弱ですけど3分の2と3分の1みたいに、3分の1の時点で何かを置いていく、あとは3つっていうのもポイントなんですけど、それを気をつけてデザインしていくと、とってもですね、いい感じのデザインになります。あ、ハサミがない、ハサミがないから、しょうがない、またスタンピントリマー使うよ。本当はここハサミがあればちょんちょんって切ればいいだけだったんですけど、やります、やってみます。ちょっと怖いけど、よいしょ、おお、いけた。まあちょっとハサミの方がまだいいですね。もう一回行ってみます。ハサミどっか行っちゃった。こんな短くっても切れるの？もうちょっと短くしちゃおう、全体的に。ほら、重なった部分もって思ったら汚くなった、汚くなった、やばいやばい。ハサミハサミハサミ、こういう時に限ってハサミがない、どっか行っちゃったハサミが。しょうがないので、見つかったら後で綺麗にしときますけれども、あ、このハサミでいいや。あんまり切れないかもしれないけど、やっぱハサミのが綺麗でした、皆さん。はい、 OK。 そしてですね、先ほど貼っちゃったんで、ここディストレス部分がなくなってますよね。もう一回やっておきます。そしたらもうほら完璧。わかんないわかんない。あ、ここもちょっと、どこ行っちゃったんだ、あった、ハサミこんなところに。はい、もう必要なくなるとハサミ出てきます。はい、そして最後はですね、ディメンショナルで、パンチで作った部品を盛り上げます。これです、スタンピンディメンショナルで。気づきました？今回ね、センチメント作ってないんですよ。でね、たまにはセンチメントなくてもいいじゃないって思ったんです。これコラージュ風だし、このままにしといたらカードの中に いざ使う時にね、ハッピーバースデーだのなんだのってね、手書きで書いてもらったらいいと思うんですよね。あと、あなたなんとなく元気とかいう感じで、ほら、これも3つのエレメント、こんな感じなんですよね。はい、いろんなやり方、中心から貼って、上下に行く方もあるんですけれども、私は今回は、上下を決めて、で、この幅がちゃんと入ることを確認して、こういう感じでいきます。まあ、ちょっと置いとこう、この辺ね。で、取って、今、ディメンショナル1個だけつけました。まあ、1個で大丈夫です。はい、ここ。3つのエレメントっていうのもとっても大事で、はい。で、この真ん中に、そうするとね、デザイン的にとってもバランスがね、できたような気がす、できたような気がするというか、バランス取れるんですよ。はい、出来上がりました！すごい！途中で引っぺがしたりとか、ハサミないよとか言って調整したのに、まあ、30分はちょっとその分超えましたけど、でも30分かかって作ってませんもんね。これ自体は多分、15分行くか行かないかで作ってました。無言で最初から皆さんが作ったら多分10分ぐらいですぐ出来上がるものだと思います。ということですね、本日のスタンプスクールは
一見するとちょっと大人っぽいよって感じで、台もないからどうしようかなっていう初心者さん、でもこのパリジャンビューティー使えるんですよ、こんな素敵にっていう形のデザインをご紹介しました。さらにですね、パンチも使ってないデザインでも、ちょっと1ヶ月前にご紹介したんです。これもあのスタンプスクールでやりました。これもですね、パリジャンビューティー全くスタンプだけで、スタンプとペーパー、まあ、リボンつけましたけどね、だけなんですよ。パンチも使ってません。ここをハサミでカットして、ガシガシガシってディストレストしたから、あの正確に丸々じゃなくてもいいんですよね。ということで、このスタンプセットですね、実は意外に初心者の方でもこんな素敵なかっこいいおしゃれカードが作れるっていう優れものスタンプなので、ぜひ試していただきたいと思います。そしていいなと思ったらですね、ぜひ私のスタンピンアップオンラインストアから、オーダーしてくださいね。そしたらとっても嬉しいです。さらにね、3月31日までに、今ご紹介した材料をオーダーされると、このペーパーも無料でついてきますので、その無料でついてくる間にぜひオーダーしてくださいね。そして私のオンラインストアからオーダーされると、その月のオンラインクラス、つまりこのペーパーがもらえる分だけ5000円以上オーダーされていれば、その月のですね、オンラインクラスも受講できますし、お買い物プレゼントもありますよ。さらに私のデモンストレーターチームのシスルズのメンバーの方は、毎月のオンラインクラスは受講し放題ということで、セラブレーション期間中というのは、新しくデモンストレーターになる方のお得な登録キャンペーンというのもあるんで、それを利用してシスルのメンバーになっていただければ、毎月ですね、私のオンラインクラス受講し放題という、とっても嬉しいおまけもバンバンついていきます。ということで、詳しくは、ブログの方を後日ご覧ください。このレッスンの、動画およびブログは明日のブログで、ご紹介いたしますので、復習がてらぜひそちらをまた覗いておいてくださいね。はい、アップこんな感じです。 Thanks for watching! Happy Stamping!